今回は竜の鱗マラソンについての動画を出します。まず先ほどのかがり火から直線でこちらに来ます。現状竜の鱗は8個持ってます。まあこれは今回の動画には関係ないんですが、まずこのエレベーターを降りますよね。そしたらね、こっち側からこう出てください。それでエレベーターを上げておきます。ここ重要です。そうすると飛竜の谷に到着します。まずこいつを倒します。ツバイヘンダーであれば一発でひるみます。あとは若干のね、若干の間合いを、間を持たせて引っ叩いていく。でね、今左側の通路にも一匹いるんですけど、あいつはもう無視していいです。あとここの一匹、二匹、三、ここの四匹か。あとはここの四匹を倒したら、家路で帰還するっていうムーブですね。それで装備はですね、相撲だね。相撲の鎧と、手。で、ツバイヘンダーだね。これは神聖ツバイヘンダープラス9ですね。進行は今、プラス30だったかな。筋力が、ちょっといくつか忘れたけど。まあ、ツバイであれば、ツバイ両手持ち、おらららら。ツバイ両手持ちであれば、の、ZR 攻撃であれば、多分ね、3発ぐらいで、倒せると思うんですよ。倒せなくても多分4発ぐらいでは倒せる。で、まあ、落ち着いてね、この、通路、橋の上で倒しましょうね。このね、青いドラゴンがね、あ、竜の鱗落ちましたね。ありがとうございます。この青いドラゴンね、飛べないんだよね。滑空って感じかな？飛行じゃないよね。滑空。だから、あれみたいなもんだよね、ポケモンで言うと。やっべ、名前が出てこない。プロレス技使うさ、サトシの相棒でいたじゃないですか。XY とか、XY の時に今いなかった？プロレス技やるさ。うわぁ、顔は出てんだけど名前が出てこない。ちょっと、テロップで出しとこう。画像は出せないんでテロップで出しとこう。そう。だからこいつは、ショーロンド遺跡に入りました。こいつはね、なるべくね、地面の上で倒しましょう。はい。これで、一周終了ですね。お疲れ様でした。